皆さんこんにちは、山田幸子です。さて今回は私が大学で学んでいる日本画の話をしようと思います。皆さん日本画にどんなイメージを持っていますかっていきなり聞くんですけど、実は私自身も大学に入学するまで日本画というものを描いたことはなかったです。描いたことがないだけじゃなくて知識も全然ありませんでした。ね、日本画ってどうやって描いてるんだろう、墨とか水墨が描くのかなとか思ってました。私が入学した頃は伊藤若冲の絵が流行っていたので、墨だけじゃなくてカラーの日本画ももちろん知っていたんですけれども、正直どうやって描いているのか本当にイメージつかなかったし分からなかったんですよ。ただ受験の時に私が大好きな透明水彩を使った着彩が試験として出るっていう理由だけで日本画の学科を選んだんですね。で当時の私は日本画って水彩画みたいなものが描けるんだと思ってました。今思えば恥ずかしいですけど、大学に入学してみたら日本画に対するイメージは180度ガラッと変わりましたね。全然水彩画と同じではなかったです。この動画を見てくださっている人の中にも日本画について全く知らない方ほとんどだと思うんで、その驚きを今回皆さんと共有したくて、まあ、動画撮りました。あまりダラダラ話してても仕方がないんでね、驚きのポイントを3つに絞ってお話しますね。まず絵を描こうと思ってもすぐに描けないんです。え、どういうことって思いますよね。描きたい時に描けないって衝撃的じゃないですか。どういうことかというと、日本画の絵の具の特徴の話になってくるんですけれども、皆さん普通大体の絵の具ってチューブに入って売られてるじゃないですか、ね、こんな風に大体絵の具ってチューブに入って売られてますよね。水彩絵の具も油絵の具もアクリル絵の具もみんなチューブに入ってますよね。ところが日本画の絵の具は違うんです。チューブに入ってないんです。絵の具屋さんに行くとですね、じゃあこんな風に色の粉が売ってるんですよ。でこの色の粉を買ってきて、これだけだと画面の上に紙の上にくっつかないですよ。こうやってサラサラしてるんでくっつかないじゃないですか。でどうやってくっつけるのかっていうと、このくっつける糊の役割をするニカワっていうものと混ぜて濡れる状態の絵の具を作るんですね。日本画以外の絵の具だと描くぞっていう時にすぐチューブから絵の具をパレットに出したりとか、まあ、あるいは水彩絵の具だとこんな風にね、あらかじめパレットに出してある絵の具を水で溶いたりして描けますよね。しかし日本画は描くぞっていう時に毎回こういう絵の具を溶くための皿ですね、絵皿っていうんですけれども、この絵皿にさっき見せたこの色の粉を出して糊の役割をするニカワというものと混ぜて、それから水でいい感じに薄めてやっと描けるんですよ。で、糊の役割をするニカワも、まあ、こういうね粒状になってたりとか、あと棒状になっているものを絵を描く前の日の晩に水につけて冷蔵庫に入れてね、ふやかしておく必要があります。これ聞いて皆さんシンプルに面倒くさいなって思ったり、毎回絵の具作った皿を洗うのが大変なんじゃないかって思いますよね。なんで日本画の絵の具はチューブじゃないのか、その理由については次のポイントで明らかになります。2つ目のポイント、日本画の絵の具には粒子があります。いや厳密に言うと全ての絵の具に粒子はあるんですけれども、こういうチューブに入ってる絵の具はですね、色の粉の粒子がもうめっちゃ細かいんですよ。だから粉とか全然気にならないですよねっていうくらいなんですよ。めちゃくちゃ細かいんです。で日本画でいう粒子があるっていうことは、サラサラした細かいパウダーに対して、まあ、砂みたいなザラザラした粗い粉までありますよってことです。粒子の違いがあると色が変わります。粉が細かくてサラサラしていると白っぽい色になって、粉が粗くてザラザラしていると濃いめの色になります。まあね、具体的に見せていくとこんな感じですね。こっちが細かくてこっちが粗い方です。細かい方が白っぽくて薄い色で、この粗い方がね濃いですよね。で赤とか青とか単純な色の違いだけじゃなくて、例えばこの色だったら、まあ、松葉六章っていう色なんですけれども、これ同じ色なんですよ。同じ松葉六章っていう色で
粒子だけ違うんですよ。こっちの方が粒子細かくて、こっちが粒子が粗い方になります。これ同じ色なんですよ。同じ色なんだけれども、粒子の違いによって色の見え方が異なってくるってことです。でさっきの日本画の絵の具がチューブに入っていない理由は多分ここにあると思うんですけど、粒子が粗い絵の具をチューブ絵の具にするのってやりづらくないですか？色の濃さが安定しないし、作るのが超ハードだと思うんですね。これちょっと私の個人的な意見ですよ。粒々が気にならないくらい細かければチューブにできると思うんです。あとは単純に糊の役割をするニカワっていうものが動物の骨とか皮から取ったゼラチン質なので消費期限があります、ね、すぐ腐っちゃうからっていうのも理由としてあるかもしれません。防腐剤を入れるとかね、そういうことをすることでいろいろね、工夫の余地はあると思いますけどね。さあ、絵皿に色の粉を出して、でニカワと混ぜて水で薄めて、いよいよ紙の上に塗りましたと。そんなあなたに3番目の驚きが待っています。乾いたら塗った時と色が違うんです。この理由を話しているとどんどん動画が長くなってしまうので、すごくざっくり説明します。油絵と比較すると分かりやすいのかな。日本画の絵の具って割と乾いた発色なんですよ。油絵の絵画って美術館とか行ってみると、みんな濡れ色というかしっとりした色してますよね。日本画の絵の具って乾いた色であっさりしてるんです。マットな感じのする発色は日本画の絵の具の特徴でもあるんですね。塗ったばかりの時って、まあ、当然濡れていてまだ乾いてないですから、この状態の時は色が透明な感じで、乾くにつれて色が見えてくる、だんだん浮かんでくるかのような感じですね。よく線描きした上に色を塗って、その色が濃すぎると描いた線が見えなくなってしまうことがあります。この色の変化には正直慣れるしかないです。乾いた色を予想して絵の具の濃さを調節するみたいなことは最初からやるの難しいので、回数こなすしかないですね。乾いた後の色は元々の絵の具の粉の色を参考にすると少し分かりやすいかもしれないです。こんな風にね、塗った時はこの色と全然違う色に見えるんですけれども、乾いた時には割とこういう粉の色に近い色味になるので、重ね塗りとかもね関係してくるとは思うんですけれども、割とこの乾いた後の色を予測するのに絵の具にする前の色を参考にしておくと分かりやすいかもしれないです。これだけの驚きのポイントがあるので、そりゃ広く人には知れ渡りにくいなって思った次第です。日本画の絵の具はですね、とにかく複雑で面倒くさかったり、控えめに言ってもお絵描き初心者向けの画材ではないと思います。世界堂に行くと水彩絵の具のように水に溶かすだけで使える日本画っぽい絵の具とかありますけど、まあ、ああいうので徐々に抵抗感をなくして慣れていくのもいいかなと思いますね。他の絵の具にはない粒子の感じとか、あと天然の岩絵の具の綺麗な色、さっき見せたねこの松葉緑青っていうのも天然の岩絵の具なんですよ。もうね、天然の岩絵の具って何かというと、綺麗な色をした石があるじゃないですか。鉱石って言うんですけれども、その鉱石の中のクジャク石って呼ばれる石を砕いて粉末状にしたものなんですね。こういうね、綺麗な色とかあるんですけれども、とてもハードルが高い。あと描き方を検索してもぶっちゃけあんまり多くの情報が出てこないなと感じました。日本画の難しいところを挙げてったらちょっとキリがないくらいなんですけれども、別に日本画をディスるつもりはなくてですね、難しいんだけれども慣れてくると楽しいよっていうことを伝えたいんですよ。私のチャンネルでは水彩画に興味を持って描いてくださっている人が割と見てくれていると思うんですよ。実はね、水彩画をやっている人の方が油絵とか、鉛筆でしか描いたことないよとか、コピックしか使ったことないよっていう人よりも日本画やりやすいかなって思ったんですよ。まあこのチャンネルの動画で結構何回も言ってるんですけれども、日本画と水彩画の共通点は水性の絵の具である
水を使って描く絵の具であるということが共通点なんですね。ということは、すでに水彩画に慣れている皆さんには日本画を始めるのにもうすでに一段ハードル低くなっているようなものなんですよ。絵の具の特徴とか色の作り方とかにかわとか紙の準備の仕方とか、まあ細かいところはあるんですけれども、置いといて、水彩画を描く皆さんは日本画を始めるのにちょっと抵抗が少ないというか、やりやすいんじゃないかなと思いました。もしね、希望があれば日本画の始め方、描き方の講座をね、撮影していこうと思っていますが、どうですかね。私自身、日本画の学科受験するとき、当然日本画のこと知りませんでしたからね。それでも今描けてるんで、需要があればということでね、今回は日本画ってこんな絵の具なんだよってことを3つのポイントに絞ってお話しさせていただきました。できる限り難しい言葉は省いてみたんですけど、どうでしょうかね。疑問として上がってくるかなと思ったのが、墨って日本画じゃないんですかってことですね。墨、ここにもありますけど、これ墨ですね。墨もね、もちろん使いますよ。よく線を描くときとかにね、ちゃんと硯で擦ったものを使ったりします。私も大学2年生の時に墨で描くのにハマりまして、この墨1本使い切っちゃったぐらいの墨好きなんですけど、さっきの粒子の話をすると、墨はね、粒子がめちゃくちゃ細かいんですよ。実は水彩絵の具とかに負けないくらい細かいです。いや、水墨画みたいに墨しか使わないで描くってことはしてる人はいますけど、私は墨だけで絵を仕上げるっていうことはしたことはないです。あくまでも日本画の絵の具の中の一つとして扱ってる感じですかね。あと聞こえてきそうな疑問としては、屏風とか襖絵とか授業で描くんですかっていう疑問。これね、結論言うと描きません。費用がかかりすぎます。大学の先生とかはいろんな人脈とか、まあ、お金があるからできると思いますけど、学生はやらないですね。私の友人が作品を屏風にしたいって言ってるのは聞いたことありますけど、まあ、結局しなかったのかな。まあ、ちょっとお金的に厳しいということで、まあ、代わりといってはなんですけれども、屏風の絵によく使われている箔、銀箔とか金箔とかですね、あれは使います。一口に日本画といっても粒子のある岩絵の具で、あとは、ね、粒子が細かめでこう色のついた水皮絵の具、そして墨、箔などなど、ね、いろんな画材がありますからね。実はただ絵の具を塗っていくだけじゃなくて、おもむろにね、箔を貼ってキラキラさせたりですとか、あと硫黄の粉を使ってね、箔を焼いたりですとか、そんなことができます。で、割と楽しい画材だったりもします。ただ調子に乗っているとお金が吹っ飛びますから、学生の私には金箔は買いませんでしたね。他にも日本画に関する疑問や質問、あとは別に日本画に限らずね、こんな動画あったらいいなというリクエストがありましたら、ぜひぜひコメントしてくださると嬉しいです。ご覧いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。